はい、こんにちは、木澤です。今回はですね、 Windows 10のアクセントカラーの設定についてお話したいと思います。はい、ではこれから Windows 10のアクセントカラーの設定についてお話したいと思います。まずスタートメニューからですね、スタートメニューを押して設定、これをクリックしますと、ここにですね、個人用設定っていうのがあります。個人用設定を選択します。個人用設定を選択した後に、左側ペインのですね、この色というメニューがありまして、この色を選びます。で、色を選びますと、プレビューの下にアクセントカラーといって、これ全部で48色のですね、色が出てきています。で、このアクセントカラーというのは、Windows の画面のですね、強調したい部分という部分を示すもので、一般的にこの色でね、アクセントカラーっていうのは全体の色調に対して何か強調したいとか、インパクトを与えたいとかですね、そういったことに使われるということで、デザイン的には画面全体の 5% から 10% というのをこのアクセントカラーを使うということにしています。ですから、このアクセントカラーの使う場所っていうのは、スタートメニューのですね、このバックの色とかですね、あとはウィンドウのタイトルバーの色とか、あとアクションセンターのこのバックの色とかですね、そんなところに使われています。他にはですね、こういうジャンプリストとかですね、そういったところのサムネイルとかの場所にも使われたりします。で、このアクセントカラー48色あるんですが、その中から好きな色、今これ青っていうか水色っていうか青になってますけど、これを例えば赤にするとですね、こんな形で、タイトルバーが赤になったり、スタートボタンを押すと赤いスタートメニューが出てきたりですね、あとはアクションセンターもこうバックが赤というのが出てきます。こういう形でですね、自分の好きな色調に合わせて、色を変えていただくっていうことができます。じゃあ私はいつも青なんで青に戻しておきます。あともう一つですね、この背景から自動的にアクセントカラーを選ぶというチェックボックスがあります。これをチェックしますと、アクセントカラーの選択は1回外れて、このバックのですね、壁紙、それに合わせた色をですね、判別して入れてくれます。今この場合はバックが薄い、緑っていうか青の系統の色になってますが、例えばこの壁紙のデザインをちょっと変えてみましょう。これにしてみますかね。これがちょうど今緑色になりました。もうおそらくこの、テントの色がですね、緑色なので、それに合わせてこう緑色になったのかなと思うんですが、こういった形でですね、このバックの壁紙の色に合わせて、設定を変えるということもできます。はい、動いてましたね。それで、じゃあこれもちょっと外して元に戻していきますね。さらにですね、スタートメニュー、タスクバー、アクションセンターを透明にするというメニューがあります。今オンの状態になっていますが、スタートメニューを表示させますと、このスタートメニューの後ろのね、アイコンとか、というのが、うっすらとこうボケて見えています。これは透明にするということになってまして、例えばアクションセンターでもこのバックのちょっと表示させてみますかね、バックのウィンドウの跡がこう見えたりとかですね、このように透明にすることができます。で、これ透明にしたくないなっていう場合、これオフにしていただきますと、スタートメニューも後ろの画像が見えません。スタートメニューでも同様ですし、アクションセンターについても後ろの画像が透けて見えないということになります。それと、スタートタスクバーアクションセンターに色をつけるということで、今色がちょうど青のね、色をつけてますけど、これオフにしますと色がグレーというかさ、黒が基調のことで色になりまして、特にこちらもスタートアクションセンターの方も今指定した色は表示されないということになっています。あとタイトルバーに色を表示するってありますが、今青ですんでタイトルバー青になってますけども、これをオフにしますと、白い字のですね、色がつかなくなります。このようにですね、アクセントカラーをつけることによって画面の 見方っていうのはだいぶ変わってきますので、ぜひ活用してみてください。で、最後にですね、このアプリのモードを選ぶっていうモードがあります。これ白になってますね。これじゃないな、白になってますが、これをですね、黒って選択するとこのようにバックが黒になります。こういった設定画面もですね、バックが全て黒ということになりますので、白だとちょっと明るすぎて
目にきついなっていう方はですね、このバッグを黒にしていただくとちょっとすごく見やすくなります。私もあの黒にして見やすくしています。あともう一つですね、このハイコントラスト設定っていうのもありまして、ハイコントラスト設定は今なしになってるんですが、例えばハイコントラスト黒ってやるとですね、適用しますと、まあ、このようにですね、コントラストの高い、色で構成されます。ですからある意味こうはっきりくっきり見せたいっていう場合にですね、このモードを使うといいと思います。ハイコントラストの黒で、これは、白を基調にしたハイコントラスト、文字とかね枠を黒にしています。まあ、その他にもね、いくつかこうパターンがありまして、まあ、見やすいっていうか、コントラストが高くて区別しやすい色を選択をしてくれるということになっています。まあ、これ好みに合わせてね、ぜひ使っていただければいいかなと思っています。はい、そういうことで、今回は Windows 10のですね、この色の設定についてお話をさせていただきました。はい、このようにですね、Windows 10のアクセントカラーを設定することによって画面の見た目を変えることができます。ぜひ皆さんもですね、このアクセントカラー、設定をしてみて、自分の好きな色で、Windows を使ってみてください。ではまた。